イムスキー・コルサコフはロシア5人組のメンバーで最年少だったんですが、最終的にはペテルブルク音楽院の教授になるほど大変成功した作曲家でした。今日演奏するのは有名なクマンバチの飛行という曲で、これはですね、サルタン皇帝の物語というオペラの中の一場面です。今ではこのオペラあんまり上演される機会はありませんけれども、ストーリー上で活躍しているのはその皇帝サルタンではなくて、その息子の王子の方でありまして、この息子はですね、自分の母親、つまりお妃の実のお姉さんとお母さん、自分から見るとおばさんとおばあさんの陰謀によって、生まれて間もなく島に流されてしまったんですね。で、そこで成長して、で、蜂の姿にですね、魔法で変身して国に戻り、そしてこの悪いおばさんとおばあさんを襲って、蜂の針で滅多刺しにするという、そういう場面の音楽です。今日のバージョンね、誰が編曲したんだかわからないんですけれども、ちょっとおかしなところがあるような気が私はしていて、だいぶカットされてるんですよね。で、一番最後の、クライマックスのね、盛り上がってるところが、普通は2回演奏されるのが、1回になっていて、それはカットっていうことなんだろうと思うんですけれども、なんかちょっとね、余計な小節が4小節ぐらい差し挟まれてるような気がして、なんか消し忘れたのか、繰り返し記号を書き忘れたのか、うーんとかって思ったんですけれども、とりあえず楽譜通り弾きました。で、いろんなね、楽器の独奏用に編曲されていまして、管楽器であるとか、あるいは、バイオリンでね、弾いたりすることもあります。で、奏者のヴィルトゥオーシティ、その超絶技巧を、披露するための曲として、よく演奏されるんですが、ピアノ用の編曲では何と言っても、ラフマニノフ編というのがね、大変有名でありまして、その他には、ジェルチシフラというね、ハンガリーの、超絶技巧ピアニストが編曲したもうオクターブがたくさん出てくるはちゃめちゃなバージョンもありますけれども、私自身もですね、二大ピアノ用の編曲をしたことがありまして、こちらはもう蜂が一匹じゃなくて、もう集団でバーッと襲ってくるような感じのアレンジになっております。CD で聴けますので、ぜひ。